共同作戦のために創作された映画アルゴのポスターカナダの作望とは1979年11月4日に発生したイランアメリカ大使館人質事件の際に人質になることを免れてカナダ大使公邸に避難した6人のアメリカ人外交官を救出するために行われたカナダ政府とアメリカの CIA による共同作戦を指す通称である テヘランのアメリカ大使館の兵を乗り越える学生たち、人質となったアメリカ大使館員イ,イラン人のデモ隊がアメリカ大使館の壁を越えて侵入してきた時、これらの6人は大使館とは別の建物にあった領事部で働いていた。イギリス大使館に向かうよう指示を受けた2つの外交官のグループがテヘランの市街に脱出した。1つ目はアンダースのグループであり、 他の二人のアメリカ人と共に支援を求めていた。そのうち一人は最終的に大使館の現地人職員の手引きで出国ビザを取得し、イランから空路で脱出した。もう一つは総領事のリチャード・モア・フィールドらのグループだったが、彼らはイギリス大使館に直接向かうルートを取らなかったため、早期に捕らえられた使館に戻され、他の人質と同じく大使館内に監禁された。 アメリカ大使館からの脱出に成功したアンダースらのグループはイギリス大使館に近づいたがアメリカの同盟国であるイギリスへの抗議のために大使館前に集結した巨大な群衆を目の当たりにしたそのためアンダースはグループを自宅に誘導した彼らは大人コックの総務チャイサムスリウィーウニアの支援のもと6日にわたる最初の逃避行を開始した家から家へと移動し イギリス人居住エリアでも一夜を過ごした。対欧米融和的なメフディーバーザルガーン政権が崩壊したため、彼らはこの苦難が早期には終結しないことを悟った。対策を考えた結果、アンダースは旧友のカナダ人が交行官のジョン・シェアダウンを頼ることにし、彼らはシェアダウンから好意的な招待を受けた。11月10日、5人がアンダースの家に到着し、 大使のケンテーラーから歓迎を受けた。スタフォード夫妻はカナダ大使公邸に移動したが、他の3人はシェアダウンの家に留まった。2週間後、農務省から出向していたリーシャッツが、スタフォード夫妻に加えて大使公邸に入った。彼は当初スウェーデン大使館に避難し、その後スウェーデン領事のセシリアリトハンダーのアパートに移っていた。結局6人は、 その後79日間にわたり隠れざるを得なくなった。テイラー大使とシェアダウンが危険を犯して彼らをかくまったところから救出作戦の短所が開かれた。他に2つの友好国が支援したとされており、選挙されていない外交官向け住居が数週間にわたり避難所として使用された。大使館前で正常期を逆さに広げる学生グループ。 スタジオシックスの書類テーラー大使は本国に支援を要請する。カナダ政府は数密隠令を出し、6人のアメリカ人にカナダのパスポートを与え、定期便の航空機によってアメリカに脱出させることにした。カナダ政府はアメリカ政府との協力を緊密にし、脱出作戦を CIA に依頼する。CIA では秘密工作本部作戦支援部のトニー・メンですが、 作業班を編成して、変造したビザ、衣服、変装用具など用具一式を用意した。メンデスの作業班はカナダのクーリエに依頼して、パスポートと用具一式をテヘランのカナダ大使館に届けさせた。その後メンデスは作業班1名とともにテヘランへ飛んだ。複数の偽装作戦のうちどれを選択してもいいように、 複数のパスポートや偽装するための用具も用意されていたが大使館員により最終的に選択された作戦は6人をロケ班のためとこうしたカナダの映画スタッフに身分にせ変させるというものだった。その偽装作戦のシナリオの中には本物らしさを得るために設定されたアルゴという名前の映画も含まれていた。 映画の脚本は光の王という SF 小説を原作としたものだった。偽装作戦の一環として、カリフォルニア州ハリウッドの著名、メイクアップアーティストであるジョン・チェンバースの支援を得て、ハリウッドにオフィスも設立され、6人はロサンゼルスにあるスタジオシックスに電話をすれば応対されると伝えられていた。さらにハリウッドにはスタジオシックスの名で広告が掲示され、 また関係する記事が掲載された新聞が偽装文書の一つとしてコーラリジェックに与えられた。作戦の最中にビザの日付にミスがあることが発覚した。準備した作業班がイランの新年が3月後半に始まることに注意を払っていなかったことが原因だった。カナダ大使館員がこのミスを指摘し予備のパスポートを用いることでメンデスは イランのカレンダーに基づいた新しいビザを変造することができた。一週間が経ち、6人は本を読んだりゲームをしたりして過ごしていた。また、テイラー大使は不要不急の要因を脱出させる努力をしていた。彼は空港の出入国管理を欺くため、嘘の用事をでっち上げて彼らが移動する理由を作った。やがて怪しげな電話がかかるようになり、 それも含めた兆候から彼らがかくまわれていることはおそらく発覚したのではないかと考えられるようになった。トニー・メンデスとカーター大統領1980年1月27日、カナダのパスポートを携えたアメリカ人外交官たちはテヘランのメヘラーバード空港にてスイスの中行機のスイス航空機に搭乗した。彼らは友好国に安全裏に到着した。 同日カナダ大使館も閉鎖され、テイラー大使と残っていたスタッフもカナダへ帰国した。救出されたアメリカ人外交官は以下の通り。モントリオールのラプレッセが身のワシントン DC 特派員であったジャン・ペレティエはこの作望が完結する前に状況を把握していたが、そのニュースバリューにもかかわらず脱出者の安全確保のために報道することを拒否した。他のメディアでも 部分的にこの動きを把握していたところは存在した。ジャンペ・レティエは脱出者たちがイランを離れたことを彼が知ると同時に記事にしたが、その結果、依然として大使館に人質が残る中で、6人の存在をフロリダ州の基地内に秘密裏に隔離し、事実を隠蔽しようと考えていたアメリカ政府の計画が実行不能となった。カナダありがとうと書かれた幕を掲げる。 アメリカ人公式には、ジミー・カーター大統領は、すべての外交官が人質にされている前提で交渉を進めているとされていたため、6人の救出は大きな驚きをもって迎えられた。カナダの救出に対する努力、特にテイラー大使の協力には、一般人やテレビ出演者など多くのアメリカ人が感謝の意を表明した。カナダ国旗がありがとうという掲示とともに、 アメリカ中に掲げられた。テイラー大使、シェアダウン、また彼らの妻であるパトリシアとゼナは、大使館の要員であった、マリー・キャサリン・オフラ・ハキー、ロジャー・ルーシー、ラベルナ、ドリーモアと共に、民間人に与えられる2番目に、好意の勲章を与えられた。ゼナは、ガイアナ生まれのイギリス新民だったため、本来勲章を受ける資格がなかったが、マクドナルド外相の介入により、 儀礼的な形で受賞資格を得た。テイラー大使はまた、アメリカに対する支援を評価されて、アメリカ政府より、議会名誉黄金勲章を授与された。6人の脱出が成功し、映画、アルゴは頓挫したが、残る人質の安全を考えて、アメリカとカナダの、両政府は、トニー・メンデスら CIA が果たした役割を機密にした。なお、 残りの人質が全員解放されたのは1981年1月20日であった。しかし、CIA の関与は1997年になるまで明らかにされなかった。ありがとうございます。